えー、平のロミオを演じさせていただきますしそんじゅんです単純に海外でやっぱ舞台をやれる経験って本当にないと思うのでそれに関してはすごい興味がありましたやっぱり環境も違えば言語も違うその中で日本の文化として演劇として勝負できる機会ってやっぱ本当に少ないと思うんですよこっち側の言語で提示するっていうのはなんか一つこう 対等にに同じラインに立ててた気がしてそこで日本代表としてあの自分たちのこう表現を見せられるっていうその機会自体がやっぱ経験ないことなのでなんか満ちすぎてワ,クワ,クしました、ね、ワークショップの一番最初とか印象に残ることしかやっぱなくてみんなでこう魚を演じようみたいになった時とかけどもみんなが真剣に魚を演じてるわけですよ。だからやっぱ 恥じらいがあったんですよね最初はそっからのスタートだったんでやっぱ最初はその殻を破ることがいかに早くできるかっていうことが大事だなっていうふうに思いましたし稽古を重ねていくにつれてでもねなんかあんまワークショップと変わんなくてなんか野田さん自身こうスイッチ入って怖くなったりするのかなとかっていう懸念もあったんですけどそれよりもみんなでやっぱ意見を出し寄ってみんなでいいもの作っていこうっていう。 のがやっぱり印象的でした。やっぱそれぞれを尊重するっていうスタンスから始まるじゃないですかだからこう自分で咀嚼してなんでこう動くのかって考えられながらできるから指摘された時もあこれはこうだからこうだったんだってすごく腑に落ちるんですよだからそういった点でなんか一緒に作ってる感がすごくあってなんかそこがすごく楽しかったですね 本当についていてくのが必死でやっぱ上川さんってとにかくキャリアがものすごいしでもその上川さんと同じ人物を演じなきゃいけないっていう点ではやっぱり悩みましたしとても刺激いただいたしとてもサポートしていただいたなっていう部分はものすごくありますけどでもやっぱりその僕ができることっていうのを探求してで上川さんから拾えるものをどれだけ拾えるかっていうところで。 やってきて多分また3年経ってその価値観って変わってると思うんですよだからなんかそれはすごく楽しみだしまあ、とにかく上川さんも含めみんなカンパニー優しいんですよねだからすごくやりやすいし上川さんも親身になってあのまあ、発声一つにしても上川さんのやり方を教えてくださったりとかそういうサポートもしてくださったので今回も皆さんに頼っていきたいなと思ってます やっぱお客さんがいるといないのっでは全然違うわけですよ。だし、やっぱそのお客さんが作り上げるものってあって、じゃあどこで笑いが起きるの？どこですすり声が聞こえるの？もうすべての、どこでじゃあ呼吸するの？お客さんが、そういうのも含めて、全部こっちには届いてるんですよ。だからマイ公演、マイ公演、今日はこうだったね。あ、じゃあ東京のお客さん、こうだったね。 大阪のお客さんはこうだったねっていうのが毎公演違うようにやっぱりお客さんと一緒に作るっていうのはすごく感じますしお客興行が,いいがあって初めてあの作品として皆さんに届けられることだと思うのでやっぱりまあ映像で見る楽しさもありますけど舞台で感じてもらうこと。 ここを見てほしいとかじゃなくて一緒の空間で一緒の劇場で共有してものを作っていくっていうことにやっぱ改めててて感じてもららえる機会ににななっったらいいいいうふうふ思います、ね、舞台って言葉では表現しづらいですけど体験することによってなんか本当それぞれの人生であったりとか考え方であったり生き方であったりを変えられるエネルギーがあると僕は思っていて。 でもそれって触れないと分かんなかったことなんですよで多分今動画を見てくださってる方の中にも舞台見たことないんだよなっていう方がたくさんいると思うんですけどもまあ、この舞台はまずロミジュリが題材になっていてそれって多分皆さんも知っていると思いますしクイーンの曲が劇版として流れますで、かつ野田さんの演出ということで肉体的に表現する部分であったりとか内容だけじゃなくて もうその空気を皆さんとこう一体感を共有できるっていうところにもすごく魅力があるかつ、えっと、本当に素晴らしいキャストの皆さんと作り上げるこの舞台なのでなんかもちろんたくさん見てきた方は感じる部分はあると思いますけど僕はやっぱり自分が初めて見に行った時の舞台の 素晴らしさっていうのを皆さんと共有したいなって気持ちが強いので初めてまだ見たことないよとかあんまり見たことないっていう方に是非見ていただいて同じ空間を共有して皆さんと一緒に「Q、えー」キューって作品を作られたらなというふうに思っておりますのでお時間がありましたら是非いらしてください。